はい、どうも皆さんやってまいりました、森ちんとしんです。はい、ということでモンスターハンターフロンティア実況第7回やってまいりました。さあ今回から上位に上がったわけなんですけれども、前回のコメントでですね、グレンゼブルはマヒラセルとマヒガスを出した覚えがあるんだけどっていうねコメントがあったんですが、なんかね僕もね確か入ってきたような気がするなみたいな感じはしたんだけど、でもやってこなかったよね、でなんかマヒ全然やってこなくて、でだからまあ昔はマヒブキが厳禁だったよっていうことでですね、あの頃の時代というか、まああの頃いたようなモンスターたちは確かにそのマヒに対する対策ってのは結構されてたのかなみたいな風に思ったんですけれども、例えばそのルコディオラ、あいつなんかはマヒラセルとそのなんかぐる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 外周するというか、ね、あのマヒ中でもね頑張って動いてすごい頭狙いにくいみたいなね、そういうモンスターだったので、まああの頃結構マヒに対しての対策ってされてたのかなみたいな、やっぱマヒ武器強いってのはもうで僕もシンももう2人ともめちゃめちゃ痛感してますの で、そうですね、めちゃめちゃこれ強えなって、結局マヒ正義やなみたいなね感じになっちゃってるので、まあだからあの頃は対策結構されてたのかなみたいな、そんなのを思った次第であります。ということで、今回はですね、タイトルにある通りなんですけれども、あの剛力三点をついに僕たちも使った装備組んでみました。こちらダンということで、はい、攻撃力アップ大火事場力プラス2見切りプラス3高級耳栓ランナー回避性能ということで、現状これが限界かな、かな、うん、今ね現状だとこれが限界、そうですね、武器スロ1個あれば食事とかいけるかなって思うんだけど、忌憚のやつが作れればですけども、で食事の玉が作れればなんですが、で、これにねスキルカフプーギーに服着せて、スキルカフここのね枠空いてると思うんですよ、午後 F グリーブの下ので点線入ってるところ、ここがですねスキルカフっていうのがつけられるんですが、これはねハンターランク4からなんですよ。なので現状はここがまあ限界点、限界のところっていうことで、まあまあまあこれはいいんじゃないのっていうことで、まあ五穀久保です、強いです、非常に強いです、500超えです、防御力ね、もうね普通に強くてびっくりしました。でこの剛力3点っていうのは攻撃力アップ大火事場力プラス2、見切りプラス3この3つ、これがもう剛力3点つってね、もう昔からこうお世話になってるというか、ね、昔からやってる人だったら絶対知ってるような、ね、最強の攻撃スキルたちということで、もうねお世話になった人も多いんじゃないですか、本当にめちゃめちゃ強いですからね。でこれはねどうやって発動するかっていうと、この剛力玉、こちらでございます、剛力玉を、まあ、詰め込みまくって発動するっていう感じなんですが、まあこれがね今簡単に手に入るし、で強いしで、もう本当に便利なんですよ。ちょっとねこれの手に入るクエストはちょっと一回行ってこようかなって思うので後で行こうと思うんですが、ただね一つ注意しなくちゃいけないことがあって、この火事場力プラス2、これはですね、21ポイント以上になっちゃうと火事場力プラス2が1に下がっちゃうので、ここだけ注意してください。だからなんとか20までに抑える、ね、15で発動できるんだけど、結局攻撃とその達人を上げるためにはどうしてもね、この底力も一緒に上がってきちゃうので、まあこの20まででなんとか止められるようにねしてあげるといいんじゃないかなというふうに思います。すごく綺麗なねこのスキルポイントの値になってますんでね、ここめちゃめちゃぴったり、まあ、ビターってきてるんでね、こんな感じで組めるのでね、なるべくここは20で抑えて火事場力プラス1で、そうじゃないと意味ないですからねてなわけでこんな感じでございます。それからね今回ね、クエスト受ける前にちょっと触れておきたかったことが一つあるんですが、このハンターナビを見ていくと、ハンターランク用のところで、ラスタってなんだっていうところですね、ついにラスタについてちょっとね学んでいこうかなと思うんですが、ハンターランク2以上でラスタを登録しようっていうことで、まあ、ラスタ酒場に行ってラスタの受付に話しかけてラスタ登録の権利を得ましょうっていうことで、これねまだやってなかったのでちょっとね行ってこようと思います。はい、ラスタ酒場に移動して、そしてですね多分こいつかな、はい、ラスタ受付ということで、お待ちしておりましたギルドより連絡を受け、ラスタの登録が先ほど完了しました、ハンターナイフを送らせていただきましたということで、狩猟生活に役立ててくださいということでですね、これでまあラスタの、まあ、契約ができるようになったんですけれども、お試しラスタっていうのもあります。お試しラスタとの契約って言って、今ね人のラスタとかも借りられるようにいろいろなったんですが、まあとりあえずこのお試しラスタを借りてみるっていうこともできるようになりますんで、でもまあこれはいらないかなと、今はねいらないかなって思うので、まあこれで OK でございます。でですね、まあいろいろ
なんだろう、ラスタもね強化していかなくちゃいけなかったりとかがあります。このラスタ機能の解放っていう部分で武器種の解放でですね、まあ、とりあえず武器種解放するのに、まあ、モンスターで解放したりだとかで、解放する武器種はこれにするよみたいなとかもできますし、あとギルド貢献ポイントでギルド忠誠度アップみたいな感じでね、こんな感じでギルドの忠誠度上げたり、それから信頼度を上げたりみたいなところですけれども、これはねとりあえずその全部もう上げちゃった方がいいです。もう全部上げちゃった方がいい。それからまあアイテムの貸し出しでいろいろこの粉塵セット、笛セット、投げナイフセットみたいな感じでできますんで、僕のおすすめは粉塵セットです。これでね、あの自然の粉塵とか飲んでくれると、ホットドリンク、クーラードリンク持っていかなくてもでソロの時とか楽にこうできますんでってな感じで、でですね、ラスターを貸し出してる時はですね、まあなんか1日に1回かな、素材を受け取ることができます。そのまあ貸し出してるハンターが、ね、モンスター狩りに行ったりとかしてラスターが剥ぎ取った素材がここで受け取ることができるので、ラスター貸し出してるよって人はまあちょくちょくここを見に来てあげるといいんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、この席ね、前にねここでなんかやるんだよみたいな感じで言ってたんですけれども、ここはですねラスターの、契約する場所になりますね。座っちゃってください。でこんな感じで座って、あ、まだダメでしたあちあちあち、あのお前も話しかけないと。よし、じゃあこれでもう一回、はい、これで通信中で、はい、こちらですね、こんな感じで、僕が貸し出す側の席です。で今シンがいる方がか、貸してもらう側の席になっているので、これで契約選択ですって言って、契約承認行えますかってこれ僕が押すと、これでこのラスターと契約しますかっていうのが真の画面に映ってるので、これで、はい押してあげると、はい、これで契約が成立しましたということで、これで真は僕のラスターを使うことができます。これは同様にですね、逆側に座ってで2人で、一緒にできますので、こんな感じで、通信中で契約選択、このラスターと契約しますか、はいということでこれで成立しました。こんな感じでできました。でですね、ラスターの装備をね、ここで確認することができるんですが、ステータスのところから見れるんですが、今ハンターナイフしか装備しておりません。ゴミです。ゴミだね、ぶっちゃけゴミです。ただまあこのラスターっていうのは、まあ、ちゃんと装備作れますし、ラスター用の装備作れるし、ちょっとね気をつけなきゃいけない点で言うと、 G 級以降の装備が装備できないっていうところなんですね。ただまあ、装飾品に関しては何でもねつけられるので、あ、二重玉だけ効果ないのかな、二重のスキルだけ効果ないんですけども、それ以外は全部使えるので、基本的にはまあ麻痺系のスキルを入れたりなのかなって思うんですが、いろいろそういうね、ラスタ装備っていうのも今後ね余裕が出てきたらちょっと作りたいかなと思うので、合衆あたりかな、合衆あたりになったら作りたいかなと思いますのでね、まあ、これもおいおいやっていこうと思います。そして最後にですね、ラスタの優先順位を一番上あたりにしておいてください。そうするとですね、ちょっと面白いことが起きるので、この後じゃあクエストいきましょうか。それではね、さっき言っていた剛力3点に必要な剛力玉を手に入れるクエストに行ってこようと思うんですが、これですね、上位装飾品剛力玉ということで、この、ね、ゲリオスを買ってくれば簡単にね剛力玉手に入れることができるので、行きたいかなと思います。とりあえず体力飯で今回は行きますので、はい、よし、さあやってまいりました。でほら見て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 、ね、NPC わー僕とお前がいるのな。そう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 。僕の方にはシンがついてきてて、でシンの方にはモリチンがついてきてるっていうかね。マジかよ、来んなよ。そう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 、こんな感じでねありますんで、まあ今だと正直弱いから、本当にあんま意味ないんだけど、まあ今後本当にラスタとしてね作るようになったら、ラスタで回避性能とか、まあ激励なんだ、激励とかなんだけど、うん、激励を発動してあげると回避性能が普通にね、こっちで装備入れなくても発動してくれたりするので。結構ね、重要な役割を果たしてくれるというか、なんというか、まあいろいろ役に立ってくれるので、まあ、ラスト装備はね早急に作りたいんですよ本当は。なんだけど、まあまあまあちょっとしょうがないということで、でまあこのゲリオスね勝っていくんですけれども、多分ね今剛力玉のね装備でやってっからすごい楽になってるけど、まあでもそんな時間かかんないかね、下位から上がりたてでも全然余裕にでできますので、ルゴ武器最強だわ。あ、ルゴ武器最強、今の現状だとね、現状だとやっぱめちゃめちゃルコ武器強いんで、ぜひルコ武器作ってこいつ簡単にね回ってあげるといいんじゃないかなということで、じゃあ報酬見ていきましょう。
さあ来ました。はい、こちらということで、剛力玉とか、まあ、他にもいろいろね、竜王玉とかね、豪体玉とかね、いろいろ出てくれるんですけれども、うん、まあ、剛力玉はとりあえず5個は確定で、10個出たりとか、ね、してくれるので、10個出たらもう終わりだな、うんうん、だからまあ最高でも2回ぐらいになるかなと思うんですけれども、ね、こんな感じで素材出てくれますよと。これでね、もうこんな簡単になっちゃってね、昔はなんかこういろいろ大変だったみたいなんですけれども、マイギャラリーとかなんかギャラリー大会とかいろいろやったり、もう全然わかんないんだけど、なんかそういうのをやって剛力玉を集めてみたいなことが必要だったみたいなんで、今は本当に簡単になりましたね。まあこの辺りはすっ飛ばしちゃうって人もいると思うんですが、でこの剛力3点で火事場やってみるみたいなのもすごい楽しいのかななんていうふうに思います。さあそれではね、今言っていた火事場についてなんですけれども、その発動させる方法、まあ簡単な方法とかいろいろありますので、まあね、それね言っていきたいかなと思うんですが、まず弁当ってのがまあありますよね。この狩人弁当、まあその猫飯みたいなもんなんですけれども、そのね種類が本当にたくさんあるんですよ。こんな風になんかもうめちゃめちゃいっぱいあるんですよ。もうめちゃめちゃあるんだよ78ページってさ、 6×78 だね。これ本当にめちゃめちゃあるのね、種類が。すごい量のメニューだね。そう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 。でこの中から自分で選んでいくのもすごい大変なんだけれども、あのおすすめのやつが2つあります。とりあえず今まで食っていたこのねホクホク鍋、これはまあ1つ目、うん、まず体力50スタミナ50のマックスになるやつですね。これ温暖気のやつですけれども、で、他にはですねこのドッカンスープ、これもまた温暖気はこれっていう感じなんですが、こちらがですね体力マイナス50スタミナ25ということで、まあそのなんつーのモンスター勝った時に手に入る食材とか、でそれとかあのギルド貢献ポイントとか祭りポイント使って交換する秘伝飯では、あのちゃんと最初から火事場飯っていうのは作れるんですが、そこら辺を使わないやつだと多分ここになるのかなっていうことで、まあこのドッカンスープね、これ食べてあげると体力マイナス50になります。火事場の発動条件は体力40なのでマイナス60じゃないといけないんですよね。でその時は、こっちの、ここでですね翻訳っていうのを買ってあげてください。ただまあこれはエクストラコースでしか買えないので、エクストラコースじゃない人はちょっと爆弾とか使ったりとか、あとはなんか足削りとかをね利用してちょっと火事場にね調整してあげないといけないかなって思うんですが、エクストラコース買ってればこの翻訳 ね大量に買うことができますので、さっきのね、体力マイナス50の飯を食べてこの翻訳を飲んであげれば体力マイナス60でその場で火事場が発動できるよということなので、これでね簡単に火事場発動できるので、でぜひ皆さん試してみてくださいっていうことで、ちょっとね火事場試したりとかいろいろやってこようと思います。はい、やってまいりました。ということで、この状態の攻撃力がですね今316になっています。でこの翻訳を今グビッと飲んであげると僕のね名前の横に炎のマークが出てくるんですけれども、そして攻撃力が474になるということで、強いね。強いね。あれは強いです。めちゃめちゃ危ねえな。なんだこれ。よいしょ。ねえ、本当に強いですよ。この 1.5 倍。そう、火事場って 1.5 倍なんですよ、攻撃力。めちゃめちゃ強くない？本当にさ、でしかも防御力もちょっと上がってんだよね。いくつ上がってたかな ？90 ぐらい上がってたのかな確か。忘れたけど。確かそれぐらい。あ、そうだね。90ぐらい上がってるね。90上がってますね。なのでね、防御力もちょっと、ね、そうそうそう、防御力もちょっと上がるから、このランク帯とかの90って相当でかいのよね。だからね、火事場はね積極的に使ってあげるといいんじゃないかなって思います。やっぱそのこのゲームね、罠とか置いたい罠とか置いて、でそれでその罠の中で倒すみたいなね、でそういう時にはやっぱゴリ押しの火力が必要になってくるかなとも思いますので、まあ、罠を置いてスタンして、でそのスタン中に麻痺値貯めて麻痺させてみたいな、そういう一連の流れですよ。それすごい楽しいんでね、ぜひ試してあげるといいんじゃないかななんて思いますけれども、はい、麻痺溜まりました。なるべくちょっと顔とか尻尾とかだったかな、忘れたけども、こいつの肉質忘れちた全然覚えてらんないわ。今来てんの上位のゴゴマです。そうですね、上位のゴゴマに来てます。なのでまあ、この装備を作るのにも、あーしまったやってしまった。調子乗ったカウンター取りたかったのに。ちょ、カウンターやってくれ、カウンター。いた、カウンター決めてくれね。この上位のゴゴマの装備をつけてるんだけど、今
まあそれを作るためにもこれ回ったのでね、今まあだいぶ慣れてはいるかなって、あんま死んじゃったけどね、うん、調子乗って死んじゃったけども、あの本当にね、いいんですよ、いいんですよ、そう、あいいねカウンターバシューン、いいね、このねカウンターで倒した時の画面がかっこいいのよ、すごくすごくかっこいい、うん、一線みたいな、そう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 、なんかね画面がねすごい真っ暗というか、真っ暗でもないんだけど、うん、すごいなんか暗い感じのねかっこいい画面になってるからね、ぜひ皆さん試してみてください。ゴゴマをカウンターで仕留めるみたいな、あれねすごくかっこいいので、てなわけでまあそんな感じですかね、今回はあの剛力3点を、ね、ついに僕たちも試していくよっていうのと、まあそれで装備作ったよっていうのとか、まあラスタとかね、そういうのを連れていく方法みたいな。でこのラスタっていうのは他にもですね、このあそうだ、あともう一個やんなきゃいけないね、このラスタっていうのは一時ラスタっていうのも借りることができます。これはですね契約をしなくてもそのログイン中だけずっと借りられるっていうね状態なんですけれども、それもちょっと見てみようかな。はい、今言っていた一時ラスターをねちょっと借りたいなと思うんですが、ノラの方のねステータス画面開いちゃいます。両断面とか多分隠してると思うので大丈夫かなと思うんですが、これでですね、人のところを見てで、ステータス見てサブメニュー表示をやってあげて、そうするとねこんな感じでフレンド登録だとかね、装備確認だとかねラスターの確認みたいなところができるので、こうやってラスターをね見てみます。そしたらですね、まあ僕たちと同じような、今この人もラスターいじってないんだなってのはわかるんですが、で同じようなラスターのやつが出てきて、ここでですねラスターと一時契約するっていうボタンがありますので、これではいって押してあげると、これで一時契約を結びましたということで、これでログアウトするまでこの契約ってのは続きますのでね、これでまあ強いラスターの人見つけて、まあ借りたりとかすると結構狩りが楽になるかなって思うので、ぜひ試してみてください。でこの一時契約結んだ時に通知とかは一切いかないので、あのサイレントなんで、あのそこら辺は安心してください。もう一方的にね、ストーキングして借りるみたいなこともできるんで、まあストーキングは良くないと思うんだけど、まあね強い人を見つけて、あこの人いつもこの時間にいるとか思ったらね、まあ借りに行くってのも結構いいんじゃないかなっていうふうに思いますので、ぜひ試してみてください。ということで今回はこんな感じで、ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。グッドバイ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 。